富岡町に来ています。富岡町といえばこの夜の森の桜並木、今はまだ花は咲いていませんが、あと2ヶ月ほどすると満開、楽しみですね。まさに花の町です。富岡町のシンボル、夜の森の桜。春になると全長およそ 2.2 キロメートルの桜並木が私たちを歓迎してくれます。今年町では JR 夜の森駅東側の復興拠点の避難指示解除を控えていて、町のおよそ9割で住むことができるようになります。復興の歩みが進む富岡町で待ち合わせたのが、はじめまして、 TUF の松井です。はじめまして、一度株式会社の渡辺と申します。渡辺優斗さんです。去年富岡町で会社を立ち上げました。東京農業大学で造園を学ぶ渡辺さんは、須賀川市で300年以上続く大寒原ツツジ園の次期当主なんです。一番好きな花は何ですかって言われたら、やっぱツツジって答えるので。囲まれて育ったわけですね。そうですね、ずっと、まあ、本当に22年間ずっと囲まれて育ってきたので、素敵、お花に囲まれて生活したいですそれが結構僕にとっては当たり前の景色というか。花に囲まれて育ってきた渡辺さん、去年富岡町で花にちなんだある挑戦を始めました。富岡ではどういったことされるんですか？富岡ではあの花工房って言った花から酵母が採取できるので、まあ、それをお酒に転用して、まあ、新たな地域資源を作り出すということで、まあ、お酒作りをやっていますね。すごいですね。今大学4年生ですね。驚きますよね、はい、そうなんです。そもそも日本酒などのお酒は酵母が持つ糖をアルコールと炭酸ガスに分解する働きを利用して作られているんです。で、その酵母の中で花から分離したものが花酵母と呼ばれていて、渡辺さんが通う東京農業大学の研究でお酒に転用できることが発見されました。渡辺さんは今この花酵母を活用したお酒を開発中なんです。花からできると聞くだけでね、やっぱりどんなお酒なんだろうと思いますよね。ロマンがありますよね、はい、出来上がりにも違いが出るんだそうですよ。フルーティーな香りとか、まあ、ちょっとすっきりな香りとか柑橘系の香りとかっていうところに、まあ、結構そこに効能を出してくるような酵母だったので、いわゆる日本酒とかで使われている酵母よりかは本当に香りに特化した酵母ですね。香りに特化したというか花の香りがするんですか？ではないんですが、一般的なお酒よりも強い香り、お酒のいい香りを引き出してくれるんです。花を鑑賞するだけではなく五感で楽しんでもらいたい、そんな思いで町内に設置した事務所からは芳醇なアイデアが浮かんできます。できるお酒なのかなと思いますね。甘みもしっかりあり酸味もちゃんとあるっていう、本当に恋をイメージするような味になるんじゃないかなと思ってて、初恋の、そうですね、甘酸っぱめを目指してますね。いいですね、はい、なぜ渡辺さんは富岡町でお酒を作るのか、そのきっかけとなった場所が JR 夜の森駅です。この辺りツツジがあったというか、はい、咲くんですよね。そうですね、まあ、富岡はもともと町の花がツツジで制定されているので、うん、まあ、そこもありますし、やっぱり、まあ、夜の森駅っていうと結構ツツジで有名だっていう話もあって、町の花ツツジ、震災前夜の森駅にはおよそ6000株のツツジが咲き誇っていました。しかし震災後、除染のため根元を残して切り取られてしまったんです。町民の皆様も、まあ、このツツジを再生させることが本当の復興だっていう、まあ、話もあって、やっぱりここを復興させなければということで、まあ、家業の力を借りて、まあ、再生させようということで、自分にできることはないか、渡辺さんは3年前町の中学校に残っていたツツジを採取して、住民とともに町にツツジを増やす取り組みを始めました。来月完成予定の第1弾のお酒に使われるのは大寒原ツツジ園のツツジですが、
その後は富岡町で栽培された花も使っていきたいと渡辺さんは考えています。先月には町でバラ園を営む生産者を訪れ、花酵母でお酒を作れないか相談しました。1ヶ月ぐらい。ジンとか使うときは使用したいんですけど、これうっすら香りがあるんですよ。あれですよね、いろんな。これはちょっと匂うかどうか。結構前回渡辺さんの熱意に心を打たれ、町の先輩たちも渡辺さんの挑戦を後押ししています。若い方が起業されると周りの人もエネルギーをもらえるような、それ元気をもらえるような感じがして、町が活気づくんじゃないかなっていうふうには思います。将来的には町のツツジや農産物を使ってお酒を作りたいという渡辺さん。富岡町でのツツジの物語はまだ始まったばかりです。これからこう花の新たな価値とか、ツツジの新たな価値っていうのを見出してきて、よりこう富岡町でプラス家業のためにいろいろと発展できるんじゃないかなということで、結構ワクワクしてますね。渡辺さんの華やかな挑戦から目が離せません。